ジョン・パトリック・オブライエンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、元サッカー選手、元アメリカ代表。現役時代のポジションはミッドフィルダー及び、左サイドバック。2000年代初頭に、欧州競合クラブであるアヤックス・アムステルダムで、レギュラーを務めて、タイトルを獲得。その能力の高さは、同胞のランドン・ドノバンや、クラウディオ・レーナと同等のものと見られており、 当のドノバンからはアメリカで最高のサッカー選手と評されていたが、積水側、腕章や長年の度重なる負傷に悩まされ、キャリアは短命だった。アヤックスカリフォルニア州プラヤデルレイに育ったオブライエンは14歳の時にカリフォルニアフライヤーズに入団する。同少年サッカークラブのコーチの一人がオランダサッカー協会と交流していたため、1992年に アヤックス・アムステルダムに最初の訪問をした。その後、ブレンウッド学校に在籍していた1994年4月に、当時、アヤックスのディレクターと、アヤックス・アカデミーを指揮していたコアドリアンセ、監督に招待されて2度目の訪問し、同年夏にアカデミーと契約した最初アメリカ人選手となった。アカデミーで研さを積む中で、選手権優勝に貢献した結果、 3月4日にトップチームとの3年契約を勝ち取って、アヤックス史上初のアメリカ人選手となると、モアテン・オルセン監督の計らいで、出場機会を得るため、1998年5月10日に、同一部の FC ユトレヒトへ1シーズンの期限付き遺跡に出された。ユトレヒトでは攻撃的ミッドフィルダーとして、開幕前に5試合4得点と活躍を示し、 8月31日の SC カンブールレイワルデン戦で早速初得点を挙げ、9月13日には所属元のアヤックス相手に得点を挙げる等の活躍からオランダのサッカーシボネーブルインターナショナルに同1998から99シーズンの最優秀若手選手で3位、全選手としては31位に位置づけられていた。しかし、 1998年12月につま先を負傷し、3週間後に復帰するも怪我が再発し、19試合に得点でシーズンを終了した。1999年4月5日に、所属元のアヤックスへ復帰したオブライエンは、9月16日に FK デュクラ・バンスカー・ビストリツァとの UEFA カップ1999から2万1回戦で、 アーロン・ビンターに代わって77分から、公式戦初出場、7月19日の RKC、バールバイク戦で負傷したティジャニバ・バンギラに代わり、アヤックスでのリーグ初出場を飾ると、先発した NEC 内銘編戦で得点を挙げ、続く、ハポエルハイファ FC 戦でも、先発、次の FC デンボス戦でも先発してにアシストを、記録する活躍を見せ、一時期中盤を任されていた。 翌2戦から01シーズンは9月下旬まで参加していたシドニーオリンピックで負傷したことでシーズンのほとんどを逃し4試合の出場に終わったが2001年5月の RKC バールバイク戦で復帰を果たすとフィテッセ戦で良い守備を見せ右サイドバックとして90分フル出場した f c トゥエンテ戦ではトマーシュガラセクの得点をクロスでアシストすると限られた 出場機会の中で存在感を示した。2001から02シーズンは、例年のような負傷に苦しまれることなくプレーし、優勝がかかった2002年5月5日の NEC、内目編戦でのミドエのパスが、アンディファンデルメイでの追加点の起点となり、それから1週間後のユトレヒトとの KNVB カップ、決勝戦に出場すると、2冠達成に貢献した。しかし、 この校長は長く続くことはなく、2002年9月21日の RBG ローゼンダール戦中の負傷がアキレス腱炎となったことで2003年2月16日まで練習に参加できずにいた。3月2日のフィテスッセ戦で実に21試合ぶりに出場して左サイドバックを務めたオブライエンはクロスでスティーブン・ピーナールの得点をアシストし、 以後リーグ戦に6試合連続で90分フル出場していたが、同年5月にまたしても負傷によって、長期離脱となった。その後、2003年12月に、アヤックスの2軍である、ヨングアヤックスとして、KNVB カップのトゥエンテ戦で、実戦復帰し、2004年1月のローダ JC 戦で、ハムストリングの負傷から実に9ヶ月ぶりに、トップチームで復帰を果たすも、 2月8日の PSV、アイント方ン線を最後に再離脱となり、9月の4グビレム通線まで復帰できない状態にあったように、稼働率が悪かったが、離脱中の4月16日に契約を2005年6月まで延長させることに成功している。しかし、契約延長こそ勝ち取ったが、復帰戦となった11月のビレム通線で、ハムストリングを負傷させたため、2004から05、 シーズンは、この1試合の出場にとどまり、2005年2月に、クラブと双方合意によって、契約解消となるとともに、アドデンハーグと1年半契約を締結した。晩年新規一転となったデンハーグでは、開幕前の親善試合に、いくつかで、左サイドや、セントラルミッドフィルダーを務め、ポーツマス FC 戦で90分フル出場をする、と、 長年懸念されていた負傷を感じさせないものだったが、素刑部の負傷から9月以降の試合に出場できず、先発2試合、途中出場1試合の合計3試合にとどまっていた。そして、長引く負傷のリハビリのためにアメリカへ帰国し、その後、クラブとの話し合いの末に2006年3月に契約解消となった。2006年4月4日に、 母国のチーバス USA と契約し、キャリアで初めて MLS でプレーすることとなった。しかし、またしても負傷によって、わずか1試合、それも5分のみの出場にとどまり、同2006年シーズン終了後に放出された。2007年をもって現役引退をした後は、アンティオーク大学で心理学を専攻しつつ、ビーチサッカーで活動する。その後、 心理学の取得し、2012年には、サッカーの方で、B 級のコーチング資格を取得した。U-17 代表、U-20 代表を経て1998年4月22日の、オーストリア戦で、アメリカ代表初出場を飾り、2000年8月16日に 2002FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選のバルバドス戦で後半から、途中出場して、 わずか数秒で代表初得点を挙げる。また、同年には、シドニーオリンピックにも出場しており、チームの主軸として4位入りに貢献した 1998FIFA ワールドカップでは、本大会メンバー入りを果たすことができず、大体メンバーにとどまったものの、大会終了後に、ブルース・アリーナ新監督のもとで中盤として、定位置をつかみ、2002FIFA ワールドカップで、 準々決勝までの全5試合に出場した。同大会ではグループリーグのポルトガル戦で先制点を挙げ、韓国戦でクリント・マティスの得点をアシストしている。その後はクラブでの負傷から2003年のベネズエラ戦を最後に代表から遠ざかっていたが、2005コンカカーフ、ゴールドカップのキューバとの初戦で復帰を果たし、ホンジュラス戦で代表通算3得点目を挙げる。 2006FIFA ワールドカップのチェコとのグループリーグ第一戦で後半から出場したのが代表最後の試合となった。ありがとうございます。